刻まれたいってこの言うトーンレーン。はい、こんにちは、ブルコースです。さあやっていこうか。なぜこんなところから始まってるかというとですね、ここからじゃないと丸の子が使えないっていうオチなんでございますよね。はい、プル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 なってるけど、貴様の手もなんか出なくても私はクリアをして死んでいるではないかね。ということでね、前回ね、ようやくですよ、ようやくね、なんか全部クリアすることができて、バイオセブンをね、4時間以内にクリアすることができたんで、そのご褒美ということでね、今回無理か。そっか、まだ岩乗り警官立ってないから無理か。それは無理だな。で、まあ丸の子とね、それから投資グラスっていうのを4時間以内にクリアすることができたんで、まあありがたいことですね。今からね、ちょっとジャック・バウアーをね、切り刻みに行こうというところで話を進めている最中でございます。はい。ね、キュイッ、このクソマズ、このクソ汚いもん、ゲロが出るわ。とりあえず、まあ、5、6パートくらい、もっと短いかな、わかんないけど、まあ、ジャック戦ですね、なんだっけ、チェーンソーでぐにゃ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 やるところまでをやっておきたいというふうに思います。うん。それ以上ね、ダラ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 、なんかマーガレットもやって、ルーカスもやってっていうところまでやるとね、まあちょっとバイオビレッジの方もありますから、まあちょっとダラ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 しても仕方がないかなというふうに思うんで、そんな感じですね。あれ、岩乗り警官来ないぞ、これ。なんで？さっきの、イカれた夫婦だ。夫婦ってよく分かったね。夫婦かどうかなんてね、ちょっとそんな紹介なかったと思うけどね。ガンパウダー。こんなとこにガンパウダーあるなんて知らなかったんだよね。すごいね、投資グラスってね。どうせならね、ゾイとかミアの服も透けてくれたらすごいいいんだけど、ね、あっ、ゾイって意外と、みたいな。ピンクかと思ったら茶色だった。あ、やっぱりミアはピンクだったってね。ここの、これは取れるのかな？よいしょ。あんまり届かないんだ。届かない。でもなんか、これ通して、これこれ。よいしょ。あれ見えない壁に阻まれている。何か、あ、ここには特にアイテムなかったな。下くぐる。でね、何が起こってたかっていうと、壁見てもらったら穴開いてたじゃないですか。あのね、ジャックから逃げるとき、ジャックから逃げて、一旦ね、どっか行ったっていうところから今始めてるところなんですけど、うん。あのね、また足切られた。ほんと。なんかね、足切られたことって本当にほとんどなかったんだけど、やっぱこれ出ないと岩なり警官出てこない。無理。いないね。もう出るかもんちゃうの。ゾイ、仕方ないね。うん。どこ行ってももうなんか無理っぽいのかな。だからこれを出ないと月のイベント進まないってことなのかな。ちょっとこれの仕様が未だにね、よく理解しきれてないところはあるんだけど、まあ仕方ないね。よくやったね、ゾイ。ねえねえ、お姉さん、何色のパン。蹴りたくなかったら黙って聞いて。ね、そんなことなんだけど、だからまたちょっとジャックにね、足を刻まれてしまったからね、お返しにね、いろんなところを切り刻んでやろうと思って、まあ、そのためのね、丸の子を手に入れたと。いうところなんで、うん、さて復讐劇の始まりです。何なんだこいつ。B カップ貧乳ちゃんでございます。あなたの嫁は A カップ貧乳ちゃんでございます。で、警官が出てこねえんだよな。とりあえずオブライエン、彼氏信玄、バーバー、あ、そうか、ごめん、なんもない。いや、なんか前回そのなんか映画のまだ出てこない。ちょっと待って、本当に無能すぎない。だから補佐で終わって殺されるんだよ。何補佐だ、ちち、なんて名前の警官だったっけ。なんとか、うん、警部補佐、うん、なあ警部とか言って。まだいないダンス。ちょっと待って、どこまで行ったらいい、これ普通に。ちょっと、わかんない。出現条件がもう理解ができない。どうしたらいい。ここから覗く？来てる？来てないっつって。チラ？見えないし。ちょうど絶妙なところに木の板張ってあるから見えないね。ブランコっぽいの見えるけどな。仕方ないもん。ちょっと待って。今、自分の操作に酔ってしまった。皆さん大丈夫？酔った時には、酔った、おえってコメントを残してくださいね。これ戻っていったら、さすがにいるだっすよね。あ、いた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 。おっせえわ、おめえ。そんなことしてっから、ジャックがさ、ガレージに来る時間作っちゃう。そのさ、ちょっと仕事の手際の悪さのさ、ジャックを持ちたまえよ。ちょっと落ち着いて。君が落ち着きたまえ。あん？この人間なのか？つまりこの家に
住んでるのか。俺が？そうじゃない、違う。違う。実はこの辺りで失踪事件があったと。そうじゃない。それどころじゃない。違う。ここから出たいんだ。まあまあ落ち着けて。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそ、まあ、あまりまともな人間は言いたいことはわかる。だって腕切られようがね、足切られようがね、生きてる人間なんてそうそういないからね。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が、まあね、関わってない、まあ、関わってないんだけど、でも、関わってしまった結果、ちょっと恐ろしいことにね、不死身の力を手に入れちゃったんでございますよね。あんたどうかしてるんじゃないか。あ、ポケットなあ、保安官、保安官補佐だ。保安官補佐、ね、どっちがいい。怖い怖い。俺を新聞の死亡記事で見るか、さてさて助けて一躍ヒーローになるか。こんな安っぽいヒーローって言葉にポケットナイフだって落とされてしまった。こいつもさすが岩乗りだよね。これで十分だろ。これで十分だろ。ほら、さっさとカレー行け。ああ、誰がライスや。ナイフでどうしろってんだ。どうしろってんだ。ガレージ開けたらいいんじゃない？開けます。ふっ。これで面白いよね。スッて言って切れるのはね、よっぽど多分切れ味鋭いナイフなんだろうな。さて、じゃあお覚悟していただきましょうかね。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。まあまあ説明しろって言われてもね、とりあえずなんか捕まっちまった出すっていうことしか言えないからね。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おお後ろから来た。やめて、閉めるんじゃない。グロテスクな映像はお見せできません。それはおお面白。銃がなんかすごい方向に行ってる。お前のここでパン。リンリンリン。おおおおおおお。顔が完全に刻み込まれてますね。ちょ。逃げない。はい。で、おお、さあ今どんな気持ち？ねえ、今どんな気持ち？メガネカッチカチやな。顔がこんな砕けてるのにさ、砕けてるとかも、顔がこんなに切り刻み込まれてるのにさ、全然メガネだけ取らないもんね。毎日同じことの繰り返し、毎日同じように刻まれてた。あなたも大変でございますね。ほんと、うるうる、なんか掴もうとしているけど、そんなことはさせんですので、おらおら。あれ、ちょっと待って、これあれ、なんか一定のダメージ当たったら、なんか車で行って車がドーンってなるんじゃなかったっけ。ちょっと待って、動くんじゃねえって、おめえが動いてんで、あなたが動くから俺も追いかけてって言うんですよ。ちょっと待って、本当に無抵抗で、まあ無抵抗はし、おい、ててあれ、ちょっと待って、腕は変な方向に曲がってるよ。ちょっと、え、そんなに怪力だったっけ。え、は、えい、ジャックさんが横向いてる。お前は一人ぼっち、一人寂しく死んでいくんだ。あ、死んだわ。え、ちょっと待って、そんな落ち待って、ちょっと待って、おお、こんな殺され方したの初めてだわ。何、あまりにもダメージを与えすぎてジャックブチ切れ案件。マジですか。ちょっとこれは予想外の出来事です。こんなとこ早く出よう。予想外です。まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。マジか、やられたね。これはやられたね。本当のことを話すんだ。質問に答えろ。信じるかいさ、答えろ。おい、シャッターを閉めるな。シャッターを閉めるんじゃない。了解。Google マップ。銃が何ですよ。だから仕方ない。あれ、一定のダメージを与えることができたら、あえてちょっと向こうに攻撃っていうか、その車に行ける隙を与えてあげることが大事になってくるのかな。うり、相変わらず丈夫なメガネでございますね。それともあなたの何を切ってあげた。おお、痛い、ぶっ飛ばしたらこの腐ってる野郎が。いや、そのクソなんで、うんこ野郎ですよ、僕はただの。じゃあ、刻んであげる。うらうらうら。わざわざオープンカーにしなくてもいいじゃないですか。あなたがただそれを収まりきるから。逃げる。いいって。速攻で事故ってんじゃん。何してんの。あ、だい。逃げる。これダメージ与えきれてる？大丈夫？あ、やっぱ復活してきたね。これで近づくと面倒くさいので、ジュイン。
もう一発ギュイン。ね。楽しかった。そうか、刻みすぎると、刻みネギすぎるとあえて首の骨折られるんだな。うん、もうなんか出発万歳みたいな。背中どうなってんのこれ。この時点であれだね、カビが埋まってるっていうことが分かったんだね。ウリ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 、背面プレイ万歳。薬液、いやーにしてもなんか無駄にダメージを受けた感じがするよね。まあ仕方ないか、爆発したもんね。そっか、よし、じゃあまあジャック、まあなんかお亡くなりになったことでうまいことシャック調整もできた気もするんで、まあ中途半端だけど一旦ここでね、岩乗り警官を刻んでやりたいけど全然刻めないね。うれうれ、もう使えなくなったね。いいさの車なんていらんのです。いい、ちょっとボコボコっとしている足をね、足じゃねえや、背中を刻んでいきませんでしたね。残念でしたね。よし、あ、ちょっと待って、登れない登れない登れない。あ、これあれ、あ、アルバートを食わせるわけにはいかんのですってことね。いいよ、あげるよ。キュイーン、相変わらずメガネがカッチカチ。面白いものを見せてやる。なんで面白いんだろうな、全然面白くないんだよな。怒り切ってるだけだと思うんだよね。うー、おいしい、鉄分豊富。やっぱり鉄はアブサブリじゃなくて直接取るのがうまいんだべや。あ、ちょっと目閉じてる。死んだじゃん。じゃあ車の鍵を取ったとて刺さなかったら多分アイテムボックスのスペースを圧迫するただの邪魔者になり下がりそうな気がするけどね。ということで、あ、くるくる、あ、くる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 、入ってるか、いっぱいだった。ガッツヤン、はい、これでゲッツ。じゃあ使っておいて。いやー、まさか首の骨折られて腕の骨折られてゲームオーバーになるなんてことはみじんも思ってなかった。まさかあんな殺され方があるとはね、知らなかったわ。いろんなパターンがあるんだね。あれ知ってる人どのくらいいるんだろうな。まあマニアだったら知ってる人いるかもしんないけどね。いやー、まあにしても悔しかったわ。くっそ、今後こういうことがないようにより刻んでいこう。ということでね、一旦区切りがいいところまで来たんでセーブして終わりにしたいというふうに思います。ぜひね、次回も刻んでるところ見てみたいっていう人はね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、楽しみにお待ちいただけたらというふうに思います。ということでね、アイテム整理をしまして、本日はこの辺りで終了とさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。キュイーン、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。